ドラゴンズ情報、今日の担当、東海ラジオ大沢ひろきアナウンサーです。お願いします。はい、よろしくお願いします。今、はい、先ほど森アナウンサーから話があったように今日100人を超える報道陣が名古屋球場に集まりまして、うん、改めてやはり松坂ブランドの凄さというのを感じました。非公開で行われた松坂大輔選手の入団テストですが、結果はもうご存知のように合格ということなんですけども、はい、今日1時過ぎに名古屋球場に松坂選手到着しました。で、1時30分から屋内練習場でテストを開始と、はい、2時20分には森監督が会見を行いました、はい、2時35分に松坂選手が会見をしました、うんうん、つまり1時間弱の入団テストだったということでございますが、はい、では本人の声聞いてください。まずはまあ第一段階というか、まあ、一つホッとしてます。もう試合ではないんですけど、久しぶりの、まあ、緊張感の中でやらせてもらったので、はい、まあ、あの僕にとっては良かったと思ってます、はい、まあ、今が 100% ではないですけど、十分に、投げられますというのは、伝わったのかなと、はい、思ってます、はい。まあ、去年シーズン終盤ですけど、まあ、投げられそうな、手応えはあったので、話をもらった時も、その言われた日にちにしっかり合わせられると思って、自信を持ってあのトレーニングをしてました。まあ、僕の中ではそのテストが終わったら、合格したらキャンプを、しっかり過ごして、オープン戦でしっかり、結果を残して開幕を目指すという、まあ、プラン、自分で勝手に思ってやってたんですけど、まあ、そういう意味では敵としては、まあ、順調にですね、6割7割ぐらいのところまではいけるんじゃないかと思うので、しっかり開幕を目指す上で、開幕までにキャンプを戦闘過ごして100に持っていけるように、はい、やっていきたいと思います。まあ、周りに、どう見られようが、何を言われようが、自分でまだやりきった、悔いのない野球人生だったとはやっぱり思えないので、そう思えるようになるまでは自分を信じて、まあ、進んでいきたいと思います。やっぱり新しい環境に、まあ、楽しみである部分と、まあ、不安の部分はあるんですけど、早く、チームに溶け込めるように、名古屋の街に、馴染めるように、まあ、楽しみながらやっていきたいと思います。先ほどもあの監督と、チームコーチお二人とあの話をさせてもらいましたけど、キャンプを過ごしていく中で行きたいタイミングで行ってくれと、はい、言われたので、まあ、あまり飛ばしすぎずに、まあ、実戦に入っていけたら、はい、いいなと思います。まあ、日本に戻ってきて3年間まともに投げていないので、いろんな人に恩返しするためにも、まずは一軍のマウンドに立つことを目標に、まあ、感謝の気持ちを持ってマウンドに上がれたら、いいなと、思いますし、まあ、大した力になれないかもしれないですけども、チームが少しでも上に行けるような、まあ、存在になれるように、はい、しっかりやりたいと思います。僕も自分から話しかけるのは得意な方ではないので、どちらかというと後輩に舐められやすいタイプだと思うので、どんどん話しかけてきてもらって、僕に答えられることがあれば何でも答えます。あとは監督からはバッティング教えてくれと言われているので、はい、そっちの方でも頑張りたいと思います。今日晴れて、中日ドラゴンズの地位に、なりました、たくさんの方に、名古屋ドームに足を運んでもらえるようにチームを、名古屋を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。改めて聞くと、うん、シャッターの音がすごいですね。すごいですね、本当に報道陣の数が伺い知れるわけですけども、うん、非公開のテストなんですが、はい、当然何があったのかということを、うん、ラジオを聴く皆さんも気になるところだと思いますが、はい、ブルペンに入ったんです、うん、入ったんですが、ちなみにボールを受けたのはルイス通訳兼ブルペン捕手なんですけども、はい、中腰で22球、うんうん、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ストレートというボールを投げてですね、まだまだ投げるつもりがあったんですが、森監督がもういいよと止めたということのようなんです。そうですか。だから22球で終わった。つまり今日は座っては投げていないと、立ったままの22球で森監督が OK を出したということのようですね。で、松坂選手なんですけれども、2月1日にじゃあブルペンに入るのかどうかということなんですが、今は考えてはいないんだけれども、入れるように準備をしていきたいと思うと、で、怪我をして野球を諦めるっていうことだけはしたくなかった、投げ切って終わりたい、それを強く思っていますと、はい、
で森監督、戸守編成部障害担当は西武ライオンズに松坂選手が入団した当時のコーチだったので、うん、その2人がいるチームにこうやってまた入団するということは縁を感じますということを言っておりました、うん、で私知らなかったんですが、はい、松坂大輔選手のグラブには龍が刺繍されてるんですね、はい、うん、で龍が好きでグラブに刺繍をするぐらいなのでやはり龍に縁があったということなんでしょうかということを言っておりました。で状態に関しては、うん、開幕に合わせていく自信はありますと、うん、いうことを断言しておりました。おー、そうですか。ちなみに明日は練習を行わないそうなんですが、はい、明後日、うん、名古屋球場でまた練習を行うということになっております、うん、でドラゴンズの中で、はい、じゃあ知ってる人がいるかどうかということなんですが、岩瀬、荒木、うん、この2人は、まあ、岩瀬荒木さんは知っていますと。オリンピックですかね。そうですね。あと1人小林候補、松坂世代なんですが、小林候補とはですね、高校3年の時に甲子園、松坂選手は甲子園って言ってました、うん、小林候補に確認したらもしかしたら関東大会だったかもしれないってことを言ってたんですけども、そこでどうやら小林候補がもう当時松坂大輔大スターですよ、写真を撮ってくださいお願いして、うん、松坂大輔選手も覚えてたんですね。だから2人で僕は小林くんとは写真を撮ったことがありますと、うん、いうことなんで、岩瀬さん、荒木さん、小林候補、うん、この3人は分かりますと、うん、いうことを松坂選手言ってて、小林候補嬉しそうでしたね。いや覚えててくれたんだと。なるほど。いや嬉しい嬉しいということを何度も言ってましてね、今も多分その写真は実家にありますと、いうことを小林候補が言っておりました。ということで、まあ、松坂大輔誕生となったんですが、和樹さん、はい、背番号99番、年俸が大沢さん1500万、はい、西山代表はね、年俸は私ははっきりは言わないけれども、皆さんが新聞に書いているような金額ということで、まあ、一軍最低年俸の1430万円ではないかというふうに、まあ、推定されますね、はい、で本人はもう再起したい、投げるんだという姿を見せてくれたので、うん、もう十分だと彼の決意を感じる今日の契約の話し合いができましたという言い方をしておりました、はい、で西山代表も、まあ、私は素人だけれども、まあ、西山代表元プロ野球担当の記者ではあったんですけども、素人だけれどあれだけ強く腕が振れて、ああここまで投げられるんだ、できるんだっていうことを分かる姿をブルペンで見せてくれましたと、うん、だから森監督がもういいよというふうに止めたんですという言い方を西山代表もしておりました、ということですね。